はいどうも皆さんこんにちは。最近銃のグリップよりも車のステアリングを握っている時間の方が長い TK ヒーローでございます。こうやってね、鉄砲メインで紹介している人間がね、銃のグリップよりも車のハンドルの方が握ってる時間が長いって、それはどうなんだっていう話なんですけども。まあでも別にね、銃に興味がなくなったというわけではなくて、銃は銃、車は車。という感じでね、やっていこうと思っておりますので、ご安心いただければと思います。はい、今回なんですけどもね、今回はこちらでございます。じゃじゃん。はい、こちら。これはどこ製でしたっけ？じゃんじゃかじゃん。KJ ワークスか。こちらですね、KJ ワークス製のガスブローバックガン CZP09 でございます。というわけで今回はこちらの紹介でございます。さあ、今回はね、この KJ ワークス製の CZP09 でございますけどもね。こちら、いつものごとくお借りしたものでございまして、今回箱はございません。まあね、また借り物かと、いい加減にしろとね、言われそうですけども、ちゃんとね、こう自分でも買ったネタがね、こう溜まってってますので、それも、紹介していこうと思っておりますので、どうかお待ちいただければと思います。まあこの銃 CZ 社が2013年頃に出した、割と最近のハンドガンみたいですね。まあ結構ね、かっこいい見た目をしている銃ではないかなというふうに思います。それではこちら近くで見てみましょう。それでは CZP09 近くで見てみましょう。はい、まずね、全体はこんな感じになっておりまして、こちらの銃 9mm 口径の銃なんですけども、なんかね、割と大きいというか 9mm の銃にしては大きいかもしれませんね。ちなみにガバメントと並べるとこんな感じです。サイズ感的にはほぼガバメントと同じような感じですね。ただこうやって見ていただければわかるんですけども、グリップの長さが結構長いです。多分この縦の長さがね、長いので大きく見えるんでしょうね。それではまずはマズルです。先ほど言いました通り、こちらは 9mm 口径です。よく見るとわかるんですけども、ライフリングが再現されていて、そして真鍮製のインナーバレルが見えています。マズルは横から見た時にスライドから飛び出ないデザインとなっていますね。でマズルの下、こちらにはリコイルスプリングガイドがあります。スライドを引くとこうやってね、スプリングガイドが見えますね。で、ちなみにこのアウターバレルは金属製となっております。はい、続いてスライドです。今回の銃はスライドもフレームも樹脂製となっている日本仕様です。このスライド結構独特の形をしておりまして、前の方は斜めにカットされているんですね。こうやって上から見るとわかりますね。なので、こちらにコッキングセレーションついてはいるんですけども、実際ここを握ってコッキングできるかって言ったら、まあできるんですけども、やりやすくはないです。やりづらいです。で、ここには CZP09 の刻印が入っていますね。そしてこちらは後ろのコッキングセレーションです。まあコッキングするときは主にここをつまんで引く感じでしょうね。そう、コッキングセレーションの話のついでにしちゃいますと、この銃、正直エアガンなんで、コッキングね、そんな強い力必要としないのでこうやってできますけども、実銃の強いスプリングだったらこれはどうなんだろうなっていう感じで、正直このスライド操作しづらいです。デザインはかっこいいんですけどね、デザインはね、とってもかっこいいスライドなんですけども、パッとドローをしてマガジン挿入して、そして素早くスライドを引くというアクションは本物だとやりづらいのではないでしょうか。はい、そして反対側です。こちらも同様に斜めにカットされていますね。で、エジェクションポート周りは、ここにエキストラクターのモールドが入っています。で、エジェクションポート上から見るとこんな感じですね。はい、そしてサイトです。このフロントサイトは、自作のオリジナルのサイトですね。赤いマークが入っています。で、リアサイトです。リアはホワイトドットが入っていますね。ちょっとピントは合わないんですけども、覗くとイメージ、こんな感じになります。このレッドマークのおかげで結構覗きやすいサイトとなっていますね。はい、続いてフレームです。フレーム下部、20mm のレールがついていますね。こんな感じでライトをつけることができます。で、こちらには刻印でデザインドインチェコリパブリックかな？チェコ共和国のデザインというふうに書いてありますね。で、こちらにはリードマニュアルビフォアユーズと書いてあります。で、こちら、これ滑り止めですかね。構えた時にサポートハンドの親指をここに沿わせることができますね。はい、そして反対側です。
反対側にも滑り止めがありますね。そしてトリガーガードです。トリガーガード前には滑り止めがついています。で、付け根の部分はちょっとえぐれてるような感じになっているので、ハイグリップができるかと思います。はい、そしてグリップですね。グリップパネルは左右にこうやって滑り止めがついています。で、前にはチェッカリング、後ろはこんな感じの突起がついていますね。まあ、結構変わったデザインのグリップですけども、非常に握りやすいです。しっかりと握ることができます。で、グリップ底部にはランヤード用のリングがあります。はい、それでは操作パーツを見ていきましょう。まずこちらがですね、スライドストップレバーですね。断層が空になるとこんな感じでスライドストップがかかります。もちろんこのレバーを下げれば解除できるんですけども、この銃はですね、直接スライドストップレバーとスライドが噛み合っているようですので、ここで操作すると削れてしまってスライドが消耗してしまいますので、こうやってスライドを引いて解除してあげた方がいいですね。で、こちらはセーフティーレバーです。上に上げてセーフティーオン、下げて解除です。セーフティーは右側にもついているアンビタイプです。はい、そしてトリガーです。トリガーのデザインは割と標準的な感じですね。で、この銃はシングルアクション、ダブルアクション両方できますので、このハンマーダウンの状態でトリガーを引くとダブルアクション、ハンマー起こしてシングルアクションです。はい、そしてハンマーですね。ハンマーはこんな感じのスケルトンハンマーになっています。そしてこちらがマガジンキャッチボタンです。そして使用するマガジンです。マガジン挿入するとこんな感じになりますね。結構ぴったりとマガジン収まります。あ、そして忘れてました、ホップアップの調整なんですけども、このスライドストップレバー外します。で、スライドを外してチャンバーの下のこのマイナスのね、溝が切ってあるこのネジで行います。はい、とまあ近くで見るとこんな感じでございました。それではこの CZ、ターゲットマン新宿店で撃ってまいりましたので、その時の映像をご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。
ほぼ 100% だよ。うん、もう一回やってみよう。はい、というわけで今回はですね、こちら KJ ワークス製のガスブローバックガン CZP-09 の紹介でございました。いやー、この銃ね、かっこよくて、で性能もねそこそこいいということで、でさらに動きもいい。これはちょっとね、機会があったら自分でも欲しいなというふうに思いました。やはりですね、9ミリにしては大きめの銃ではあるんですけども、すごい握りやすいんですよ。でこのスライド部分の厚みっていうのが薄いので、この構えた手からリアサイトまでの距離っていうのも近いんですよ。なのでこう自然とねサイトを覗くことができますね。感覚としてはグロックみたいな感じですね。グロックも結構スライドが低かったと思いますので、イメージあんな感じです。ただグロックの場合だと、このグリップのアングルがね結構独特と言いますか、好みが分かれるグリップアングルなんですけども、この CZ の場合だったらグリップアングルが、まあどちらかといえば1911とかに近い感じですので、まあ、自然とと言いますかね、違和感なく握ることができるのではないかなと思います。まあ本当この銃の惜しいところは、デザインがかっこいいからね、まあいいかって感じではあるんですけども、このスライドが薄いせいでちょっとスライドの操作がやりづらいっていうね、それぐらいですかね。それ以外は特に不満のない、とても楽しい銃かなというふうに思いました。ちょっとね、調べてみた感じですと、この KJ の P09、今ね、あんまり出回ってないみたいですので、欲しいなぁと思っても手に入れるのはちょっと大変かなと思います。まあ、もしね、再販とかされることがあったら、手にしてみてはいかがでしょうか。まあ、そんな感じで、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良ければ評価ボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは、じゃあね。